はい、楽天オプション楽天ポイントガードマンお買い上げでなんかクーポンみたいなのもらえました。新規だけこれを着とるバージョン、普通の服を着とるバージョンで目隠しでやってみようか。まず頼む。はい、もう全然おー全然違う。はい、視聴者の皆様こんにちはこんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ありがとうございました。久々に俺本当にお前に合ってねえよな。合ってるよ。じゃあ座って座って。はい、今日来ていただいたのはなんと、まあ、今日の動画を持ってなんかちょっと分かんないですけど、俺もちょっと張り切っていったけどちょっと分かんないですけど、あのリハイルシャツはいがまあまあ売れとるんですが、お前行きたいですよね、うん、この楽天オプション、どうする楽天、楽天で販売しました。おお、すごいでしょ。もうすげえ、何枚かめっちゃ大変だってことは楽天ポイントつくってことですね。楽天ポイントガードマンつきます。まあ、ちょっとあんまりふざけてもらうんですけど、でなんかこの動画を見ていくと、最初に買った人にまあ申し訳ないんだけど、その楽天でお買い上げでなんかクーポンみたいなのもらえるらしいから、新規だけで1週間か2週間の間だけ1000円引きかなくなるから、はい、これがね、まあ、なるって、まあ、俺がその言い方じゃなくて、まあ、ちょっと社員が任せるのもあって、まあ、その設定上なんか楽天がなんか出してくれるみたいな。で、まあ、前回リライブ動画2本ぐらいやったのかな、前回ちょっと、はい、カメラマン、はい今日はね、小石です。はい、腰言わしても腰言わしましょう。小石言わしましょう。腰言わしましょう。お前が嫌いんじゃないの。じゃあ逆に、ジャッジやばい、動くの、ほんとやばい、ぎっくり、ぎっくりか、病院行った、もうびっくりしたの。えびっくり腰なの。びっくり、あーいちょっと、俺何言って、はい、これを着とるバージョンで、普通の服を着とるバージョンで目隠しでやってみようかなって、はい、要はこれ着とると思って力が発揮されるって感じもあるじゃん。はい、いけんのか。まあ、とにかくじゃあもうお前しかいけんもんな、お前潔癖、お前酒飲みに行っただけやん。ちょっと目隠ししてみて、はい、だから裸になっちゃうよ、裸に、あ、もう裸になっちゃう全然ダメですよ、もうまずいな、ダメになっちゃう、まあいいよ、まあとりあえずじゃあリライブ以外でやってみるわ、はい、で、来てみて、だから目隠し、メガネして、はい、いい、はい、とりあえずちょっと実験しようか、まあ実験って言ったからね、よく、あ、どうか、まあ、もうやり方忘れた、こうやって、前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 ね、あ、前、前、前、うん、またごつくなったな、いや、どうも、全然やめて、ちょっと、ちょっと、ちょっと、やめて、めちゃくちゃ怖いです、10代の時に一緒に来てるんですよ、こっちが、こっち、広いところだろ、広いところ、でもこれね、はい、で、いいだろ、これ、ぐーっと押しちゃって、手でね、お前、力なさそうだね、あんまり、これね、ぐーっと押して、下にね、あ、下に。お前嘘つくじゃん、じゃあ怖いっすよ、つけろよ、つけろよ、めっちゃ怖いっすよ、重きな、重きだぞ、結構待ってください、僕踏ん張っていいんでしたっけ、重きやっていい、はい、ちょっと待って、そうでしょ、お前やらせろ、いや、だって、なんすってね、前やっちゃうな、ちょっと、絶対耐えろ、ちゃんと耐えろ、やらせないっすよ、それこそやっちゃうよ、いや、やらせないっすよ、耐えていいから、じゃあ本気出して、どうやって、どうやって、まっすぐでいって、そんな変なのこれだけど、まっすぐ立って、まっすぐは絶対無理じゃないですか、いいマジで耐えろ、いい、はい、マジ、本気出した、じゃあこれマジ本気っす、じゃあ後ろ向き、後ろ向き、思っきじゃん、思っきり、はい、マジ耐えろ、お前、耐える気ないんだ、お前、これ、久々だって、お前、いい仕事するのに許さない、あ、こっちは耐える、全然耐えれるから、もうでも、うん、この感じ出た。あ、そうか。そのね、動きとかも多分重要だから。あで、はい、その目、目がね、隠したまんま、はい、服着て、はい。で、これは、もうその、ハガウルシャツかどうかは、あ、そういうこと。あの、二つあるから、あの、はが、これ、こっちがハガウルシャツ、うん、こっちも、こっちは違う。うん、ああ、そういうことですね。僕はそうそう。L か LL どっちだ、お前、身長いくつ ?175 っす。じゃあ、L でいいかな、175。絶対目がね、取らずに消える。はい。で、ここ入って、はい。ここで、ここで働かせて。はい。本当に見え？どう見えって。あ、そ、そこまずいっすね。それまずいっすね。まあ、鼻に来てるんだよ。これ、もしかしたら、はい、来ました。はい。はい、掴んで。はい。俺から掴んで。はい。いいか。OK。
こついてねえからドキドキしちゃうでこれでアイスターこれはまあ高取りシャツじゃないかもしれない、はい、高取りシャツかどっちだろう。はい、痛い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 感じで高取りシャツじゃないです高取りシャツじゃないです。痛い感じで高取りシャツ、はい、高取りシャツの偽物だ。偽物したもんね。はい、すいません。はい、じゃあ、いやいこれ、はかどるシャツじゃないです。違う、はかどるのことわからんぞ。はい、偽物かもしれない。わかりました。いいか、はい、いいよ、はかどれ。はい、いくぞ。はい、耐えろよ、ちゃんとお前ちょもきれよ、おきし。あ、耐えるですよ。ちゃんとやるよ。はい、あ、耐えるですよ、これ。そうだ、これ違うぞ、偽物だぞ。いや、わからんす、体勢の問題ですかね。もう全然違う、全然違う、全然違う。あ、だからもうやった感じが違う。さっきも全然違う。もうでも一緒に倒しちゃうじゃん。そういったから。いくぞ。はい。これ倒しちゃうじゃん。いや、全然。やっとよ、もう。全然、はい。もう力なくなったな。はい、じゃあ見てください。はい。はい。ここあった？めちゃめちゃあったっすね。お前さ、あれっすよ。やばかったくないですか？僕とそれやばい人なんですよ。違う、でもこれこの時にもう本当になんか全然力入れてなかった全く。だってお前が言うとかね。じゃあ一番最初ちょっと本当に一番こいつやったらやお前なんで知らないの。すいません。実際だからさ来て仕事させてみたら、いやそれねなかなかやっぱ分からない。ゴルフとかそうじゃん、昨日のシャツとそのバークやると分かるけど、そう涼しいとかあるよ、汗とか、そう、なんかそういう加工して、カバロス加工とかしてるもんで、もうすぐ乾くとかは。でもちょっと生地が厚いもんで、真夏はやっぱり偉いかもしれない。はい。だけど、本当になんか、つえついてる人はいなくなってる。マジっすか？それは本当に俺連絡なと。まあ、今回、まあ、伝えたいことは、まあ、楽天で、まあ、買えます。ってこと。はい。まあ、高いもんだから、上下で2万円ぐらいするから、2万円したいかな、はい、2万円ぐらいするから。するから、まあ本当に実際にそのカバロス加工プラスリライブ加工とかしてるから、まあ原価も確かに高いから、まあね、これ生地もいいから、これちょっと近くに立てる。で、このピチッと、よくコメント欄の前に、このピチッとしとるのがいいんでしょって言われるけど、これ逆に開発の時にあんまりピチッとしたらもうダメって言って、この効果が出ないって言って。だから本当あんまりピチッとしてないんだ。あ、確かに。これが限界。で、まあでも職人ってこういうの着たいじゃん。だからもうギリギリね、まあこの速乾とか消臭とかそういう機能も本当についとるの。そのカバロス加工っていうのしとも割引効くから買ってみて、でまた一回試してよけやまた買ってください。でまあ全部売れたら3000着上下3000着かなんか5000着かな3000セットか5000セットかなんかあるの。でそれ全部売り切ったらまた次ちょっと夏物とか開発しようかなと思ってますんで、ぜひ興味あったらぜひご購入お願いします。はい、せーの、お願いします。